はい、おかえりなさい。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで、何が何だか訳が分からなくて。いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ。あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大天の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たち、いきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな神器臭い顔するな。お前らは生きてる。生還したんだぞ。終了任務達成、バンバン剤じゃねえか。はい。そう、それでいいぜアフィン。納得できなくても頷く気力があれば大抵のことはなんとかなるさ。その悔しさを忘れるな。諦めるな。忘れず諦めずにいればいつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おい、こらエコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして。私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。ほら、もうすぐアークスシップに着くわよ。ほら、そこのルーキー君二人組も笑ってないで準備しなさい。さて、無事に戻ってきたことだし、ロビーでのんびりすっか。ダメ、報告が先。はいはい、わってるよ、うっせえな。まあそんなわけでルーキーたち、俺がお守りしてやれるのはここまでだ。こうやって知り合ったのも縁だろう。何かあったら声かけてくれ。じゃあまたな。頑張ってね。はあ、嵐のような人だったな。いや、嵐のような出来事っていうのか。何はともあれ疲れた。ここってアークスのために用意されたロビーってとこだろ。ショップなんかはもちろん、休憩するための施設なんかもあるはずだからさ。俺ちょっとロビー回って頭を冷やしてくれよ。いろいろありすぎて頭がぐっちゃぐちゃでさ。
はじめまして、私はアークスの基礎共同担当官アスタルテです。これより実践型共同プログラムアークスミッションについてのご説明をいたします。与えられた課題を次々と達成するだけで自然とアークスの基本が身につく、それがアークスミッションです。ともかく実際に見てみましょう。今回は自動的にメインメニューが開きますので、クエストの中にあるアークスミッションを選択してください。それでは目の前の クエストにする？クエストにする？
待っていた。いいな、この表現は認識の相違がある。待たせてしまっただろうか。私の名はシオン。私は観測するだけの存在。あなたへの干渉は行わない。だが動かなければ道はついえる。故に私は示す。あらゆる偶然を演算し計算し、ここに表す。宮司を拾い集め必然となす。そのものをマターボードという。私は観測するだけの存在。あなたを導く役割を持たない。私の後悔が示した道が指針なき時のしるべとなることを願う。私は謝罪する。曖昧な言葉ではあなたたちに伝わりがたいことを理解せず失念していた。思考を修正し伝える。これは私からあなたたちへの依頼である。惑星ナベリウスに向かってほしい。理由は答えない。答えられない。答えはあなたの未来にのみ存在する。私は観測するのみ。観測しかできない。おめでとうございます。ミッションを達成すると報酬を受け取ることができます。クエストのアークスミッションを選択し報酬を受け取ってください。報酬を受け取れましたね。以上がミッションの進め方です。ゲーム進行で増えるメインミッションと毎日毎週変わるデイリーミッション、ウィークリーミッションがあります。いろいろな報酬がもらえますので、どんどん新しいミッションに挑戦してみてくださいね。それでは今後ともご活躍をお祈りしています。どのクエストにする？よろしくね。よろしくね。